はい、よろしくお願いします。今回は高校数学の数三複素数の積と小丸一をお送りします。で、まあ、タイトル通り積と小についてやっていくんですが、まあ、これタイトル変わったばっかなので、まずポイントの中に、まあ、公式が6個ですね。公式というか、まあ、覚えることが6個、そして問題が1問で計7問となっておりますので、まずできそうな方はね、一回動画をここで止めていただいてチャレンジしてみてください。で、確認してもらった後に厳しいのがあれば、今からね、自分が全部やっていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず、複素数、積と小なので、2つのね、複素数を考えます。で、今、Z1 と Z2 と置いてあって、まあ、Z1、1って使ってるんで、全部 R1 と θ1 を使って、極形式の形に変わってます。R1 括弧、cosθ1、isθ1 です。で、Z2 はそれが2に変わっただけです。R2 括弧、cosθ2 プラス isθ2 ですね。で、その二つがあるときに、まず上の段が積です。かけたもの。で、かけたものの絶対値と、あとアーギュメントですね。で、これはですね、結構書く量は多いんですけど、覚え方はすごく簡単で、書けるじゃないですか。二つを。だから、R1 と R2 も当然書けます、まず。で、これ入る自信がすごくないんですけど。で、書けて、で、ちょっとね、中括弧使います。で、コサインの θ1 と θ2。それも、くっつけるんですけど、ここは掛け算じゃなくて足し算になります。θ っていうのは角度なので、角度は掛けないんです。30度と50度だったら掛けて1500度みたいな。そうなんないんで、30度と50度だったら足して80度ですみたいな。そこだけ気をつけてください。だから、コサイン、括弧、θ1 プラス θ2 で、プラス i、消えてしまう手で、サイン、カッコ、シータ1、プラス、シータ2、閉じて、中カッコと。ここだけです。前のは書けるんですけど、同じようにね、シータの部分だけ足すというところだけ気をつけてください。で、絶対値に関してなんですが、これは絶対値の中書けてるんですけど、二つのやつを。これは、覚えることは、その Z1 の絶対値かける Z2 の絶対値、つまり分けれますよっていう絶対値の。中でかけたものも外でかけたもの、それぞれの絶対値を出してかけたものも同じですよってだけです。で、アーギュメントに関してなんですが、まあ、アーギュ、Z1、Z2 って書いてますけど、さっきも言ったように、θ 足してますよね、角度は。で、アーギュメントっていうのは角度のことなので、結局は。だから、これも、アーギュメント Z1 足すアーギュメント Z2 角度の話だからね、アーギュメントは。だから足すことができますよっていう、分けてねっていうのは覚えてください。だから角度の部分は足すし、まあ、長さの部分絶対値ね、長さの部分っていうのはかけるよ、そのままかければいいよっていうだけの話です。で、同じように下じゃあ青にしましょうか。もう同じような感じです。結局はこっちは小です。 Z1 割る Z2 ですね、分数になってますけど。だから R の部分は同じようにまず分数にします。 R2 分の R1 で、角度の部分はさっきと同じように割りません。今度は引き算をしてください。で、引く順序は上から下です。もともとこれ Z1 割る Z2 って Z2 分の Z1 っていて、 Z1これなんで縦書いた、これこうですよね。だからそれをシータに置き換えると、まあ、こういう順番になるんですけど、これが割り算じゃなくて引き算だよっていう、そこだけ気をつけてください。だからコサインシータ1引くシータ2で、ここはプラスです、マイナスにありません。サインシータ1引くシータ2、よいしょ、これで OK です。で、後ろの絶対値の分も同じように考えます。掛け算が分けれるんだったら割り算も分けていいでしょってことで、絶対値 Z2 分の絶対値 Z1 と分けることができます。で、アーギュメントは角度の話なので、割るのではなくって、さっきのこっちと同じように引き算をします。で、アーギュメント Z1 引く
アーギュメント Z2 と、これが一応公式というか今回ね覚えてほしいことになります。でそれを使ってまず簡単な問題をやっていきます。今、Z1 が2括弧コサイン3分の π プラス i サイン3分の π と、で Z2 がこうなってる。その時にかけたもの、そして割ったものですね、分数の部分を求めようという問題。だからこれはもうここだけです。ここね、1番と4番、これを使って求めていきます。でまず掛け算、積の方からいきましょう。 Z1、Z2 だね。でまあこのままいくんですが、きっちり全部書かなくて、なるべく暗算しちゃいましょう。書くのめんどくさいからね、これね。で前の部分の数字2と5は掛けることができるんで10です。で中括弧じゃなくて暗算できるんで、もう括弧コサイン、結局ここは3分の π、 この部分とこの部分3分の 2π を足せばいいんだよね。だから3分の 3π、 つまり π になるのでコサイン π でプラス i サイン、こっちも同じだからね、 π とこうなります。いやこれ公式使っただけですね、これはね。であと気をつけるのはこのコサイン π、サイン π を数字を間違わないこと。いいかな、ここだけですね。でコサイン π、 一応あれか、復習があったら書きましょうか。まあこう単位円があった時に π っていうのは180度です、つまりここですね。でここっていうのはコサインっていうのは x 座標なんで、ここの x 座標マイナス1です。つまりコサイン π っていうのはマイナス1になります。でサイン π っていうのはこの部分の y 座標なんで、 y 座標0ですよね、つまりこっちは0だから、コサイン π のとこにマイナス1で、サイン π のとこに0を代入するとここ消えちゃうんですよね、 i も一緒にかけて0だからさ。で 10×-1 なんで答え -10 と、これで終了です。で同じようにね、割り算の方もやっていきましょう。分数の方が Z2 分の Z1、 こっちが小の方ね、今回の積と小の小の方で、同じようにまず2と5、これを分数で書くのでここに5分の2がきます。で括弧コサインで、気をつけるのがこっち引くこっちね、だから3分の π 引く3分の 2π なのでマイナス3分の π になります。でこれ本当はねマイナスなんで、こう括弧つけなきゃいけないんでこうなるんですよ。でこれ変でしょ、だからここ中括弧にしなきゃいけないんですけど、ちゃんと途中式を書けって問題だったらもちろん書きます、中括弧で。でもほぼほぼこれ多分計算して答えだけ出せって定期テストになると思うので、その時は別にあやばいやばい直さなきゃみたいな、そこまでねこうきっちりしなくてもいいかなと思います。自分はこう書いちゃいますけど、ただ動画にしてるので直します。普段解く時は絶対カッコカッコで書いちゃいますけどね、自分は。でプラス i サイン、さっきと同じマイナス3分の π と、で中括弧閉じる。であとはこのコサインカッコマイナス3分の π、 そしてサインカッコマイナス3分の π をちゃんと置き換える数字で、そこだけ気をつけます。じゃあこれもやりましょうか。単位円書いて、で、あ、ごめん、3分の π ですね。まず3分の π、角度に直したかったら180かけてください、3分の1、まあ、π のところに180を直せばいい。だから3分の π を直したかったら、こう考えればいいです。3分の180、つまり60度です。で今マイナスなのでマイナス60度、どこかっていうと、まあ、この部分ですね、ここ、ここです。でそこの y 座標と x 座標を考えます。でこれはまあ sin60 度とか cos60 度って覚えたと思うんですけど、使うのは2分の1か、まあ、2分のルート3ですね、この状態だったら。なので遠くに離れてるこっちが2分のルート3の方でも負だからマイナスがつきます。でこっちは近い方なので2分の1と、まあ、自分いつもこうやって直しちゃうんですけど、だから、まず、コサインの方ね。こっち、X 座標は2分の1。ここ2分の1です、こいつ。で、サインの方は、マイナス、2分のルート3と。わかるので、あとはそれ置きます。で、5分の2を配る必要があるので、まず5分の2とこいつかけると、2と2、約分されるので、5分の1ですね。
で、これ今、i がくっついてるんで書いちゃうから、こうなってる。で、5分の2をここに配ると、これも2と2が約分されるので、マイナス5分のルート3i と。これで終了となります。なので、まず今回はこの公式というか、この部分を覚えてもらって、一応ちょっと簡単な問題にはなりますが、まずこの解き方をぜひね、覚えてみてください。では、今回は高校数学の数三、複素数の積と小、丸1をお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。で、次回丸2ですね、続き、ちょっと難しい問題、これよりね、難しい問題をやっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。